はい、えー、カバー中のカッパ委園長です。じゃあね、この動画でね、えー、高市早苗さんと、えーまあ、自民党政調会長、高市早苗氏と、この立憲民主党の,この政調会長、泉健太さん、ね、この立憲が、このなんだろう、この沖縄のこの辺野古移設、うこれはまあ、なんか中止うん まあ、辺野古新基地建設中止ってことを言い出して、えー、この選挙公約でね。うん。で、それについて高橋さんにこの突っ込まれると。ね。で、まともに返せなかったっていう、そういうお話を見ていきましょうかね。昨日かな、おとといかな、ちょびっとだけ触りだけ見ましたけど、このちょっとの具体的な、このやりとりが出てきたんでね。 まあ高橋早苗さんがね、えー、この辺野古移設、えー、閣議決定は民主党政権時代のことだと、なんで今更中止なんだと、ね代わりの案、代替案をね、えー、説明しなさいよとで、まあ追及するわけですよ。で、えー、立憲のこの泉健太さんは、えー、公約はね一旦中止だと、ね、えー、断念したわけじゃない、完全中止じゃないみたいなことを言い出すんですよね。うん <laughs> あの、何て言うのかな、質問されて答えられねえんだったら、もうそもそも最初から言うなよ。うん。みっともないぞ、本当に。<laughs> いい大人がやることじゃねえし、そもそも国会議員なのか、それで。うん。まあいいや、ちょっと見ていきましょうかね。えー、これ番組司会者、の反町さんですよね。えー、立憲民主党の公約で、辺野古新基地、えー、建設を中止。これは一体何を根拠にどうやって中止するんですかと。 でまあ、問われた泉さんがあ沖縄県民の民意を尊重,尊重することがまず一つ、えー、そしてもう一つは計画が組まれてからもう20年たち辺野古の軟弱地盤のことも含め非常に困難で高額な工事が続いていると懸念の声が出ている日本政府が考え方を変えるならアメリカと真摯に議論をして抑止力を維持するという前提の中で辺野古の基地がなくなることもあり得るもうる答えになってないんだよねこれね。もう。 反シ、えー、さんが高橋さんに、ねえー、要は話を振るんですよ、高橋さん、これいかがですかと。 でそこで高橋さんがあーずっと議論が続いてきていて、えー、辺野古移設を正式に閣議決定したのは2010年の民主党政権時、えー、なぜ今こういう話になるのかアメリカの,の共和党も民主党も移設については賛成しこの方法しかないと進んできた話だ中止するなら代替案を出せまた普天間基地周辺の方々の民意は一刻も早くこの危険な基地をなくしてほしいというものだと思いますよと でまあ反町さんが、鳩山幸夫元首相は最低でも圏外と言ったが結局は学べば学ぶほど抑止力の重,重要性が分かったと閣議決定に至ったその流れを組む政党が総選挙で政権を取ったらまたその状態に戻すと言っているように聞こえるがと問いただされ和、えー、泉健太さんが期限を切ってしまったところは外交的にも政治的にも意味がなかったはっ 最低でも県外もマニフェストにはなく、えー、演説でおっしゃった <laughs> 党全体に共有されていた認識ではないところからスタートしていた政権を取るまでに準備をして、えー、来られなかったことが大きい <laughs> これある意味何鳩山さんだけ切り離すような,なんかそういう感じでいいのかなで、えー、また反町さんが じゃあ、えー、すると今回はもう万全の準備をした上で辺野古移設の中止を言っていると言うんですかかえって泥丸に落ちていくような話じゃないんですかで、えー、それに対して泉さんが、えー、新基地建設を中止という表現だが、我々はまず一旦工事を中止をすると言っている。そしてアメリカと協議する。基地建設を断念すると宣言しているわけではないんですよ。だって。これ答えなってんのこんなんで。 で反町、えー、さんが、た、まあ、多分もういい加減うんざりしてると思いますけども、沖縄県の方からのメールで、えー、アメリカとの交渉がうまくいかなかったら、また工事を始めるつもりですか、その際、沖縄県民にはどのように説明するんですかというのがありますけど、と問いただされる、まあ、追撃みたいな感じですかね、追及を受けると、泉さんが、これすごいですよ、ね、そん時はそん時そうなれば当然説明しなきゃいけないと思いますって、今説明しろよ、お前。 えー、同じ政調会長って同じポジション、まあこれは同じポジションって言っていいかどうか分かんないですけどね、自民党と立憲っていうだけで、ね、だけでったちょっと高橋さんにだいぶ失礼に当たっちゃいますけど、こうも違うんですよね。え、だってことごとく質問に対して何の答えにもなってないですよ、これ。<laughs> すごいね。 そういえばさ、ね、この普天間飛行場ってこの都市のど真ん中にあって世界一危険なんわけですよね。例えば、パイオク買うとかマスコミカうわとか犯人時代はみんなそう言ってたはずなんですけど中止したらだって世界一危険な飛行場がそのまんま、ねうん、新しい移設,移設先が決まるまで放置する格好になっちゃうんですよね。うん、それ分かって言ってるんですかね。うん、もうこういうねなんていうかもうかもポンコツを通り過ぎたらんだこれは。 ね。いらないっすよ、もうほんと。バッチ外して、もう国帰れ、本当に。いや、ここまでなんだ。ね。まあ、ここまでなんですけど、最後はもうね、<laughs> もう笑いを取りに来てるのかと思っちゃいましたよね。うん。うん。説明しなきゃいけない。ね。<laughs> 今説明できねえんだったら、そもそももう喋るな、黙っとけよ。うん。 だってさ、ね、新基地建設を中止という表現だかって言ってましたよねしかも我々はまず一旦工事を中止すると言っているだけだとねで中止してアメリカと話し合って基地建設を断念するとね宣言しているわけではないみたいな。 ね、えだってさ、ね、ルーピーと言われていたあの鳩山さんですら、ね、代わりの代、ね、替案模索して結局、辺野古しかないっていう結論に行き着いたっていうのにねもう今、立憲は代替案の模索すら後回しだっ言ってるんですよ、これ、うん、だアメリカは辺野古に移設しろとしか言わないのに今更、何の協議をするつもりなんだ、この人たちって。 結局何も考えてないんだろううん。もう一切合切何も案がないくせに、とりあえず工事は中止しろって言ってるだけでしょ。だいぶ頭おかしいな。ええー、まあ頭おかしいとは言いましたけどね、えー、まあこの立憲だったり、このあと共産、社民、この辺なんかが必要にね、えー、この移設反対を唱え続けてるのはもう目的がはっきりしてますよね。うん。 ただ、台湾狙う中共はもちろんですけども、あとね、えー、あの国、まあ半島内戦再開、この辺なんかをこの考慮すれば、まあ初動でね、えー、まあ名護ですよね、名護。この辺が海兵隊投入拠点になる点なんかもやっぱりこの考えなきゃいけないと思うし、そうすると、やっぱりこうねこの人たちのこの目的なんかがこう分かりやすいというか、まあほぼ丸見えですよね。だから結局、このね、えー、南側半分のあの国の人たち、 の、まあなんかこう、パヨク活動家とかね。あとほら、関西生コン連合。ね。ここもなんか移設反対運動に参加してますよね。だから結局そういうことですよね。だからまあ、なんだろうこういうの。地対戦術っていうのかな。まあ実行中に、まあ北は核の戦力、要は強化、ね、進めているし、まあ最低限の目的はまあ達成されてるから、もうだからもういろいろシャレにならないんですよね。うーん。 大体立憲なんて、この辺野古の件に限らずさ、ね、公約なんて何一つ守ったことただの一度もねえじゃねえかよ。うんそのくせに偉そうに批判だけはいっちょ前だもんな、規制中風税がよ。ええー、もう完全に敵国の回し物、ね、うん、もうバレてんだぞ、うん。 だってさ、ねえ、どう、だって、当然説明をしなきゃいけないと思いますって言ってたじゃないですか。ねどのように説明するかを問われてこんな回答を返してんですよ。ねうん、わざとじゃなかったらもうポンコツ以外の何者でもねえよ。日本語がもう最初から通じてねってことだからね。うん。 っていうか、いい加減さ、この、まあ、あこの人だけじゃないっすよ。ね泉さんだけじゃないですけど、この政治家連中はさ、ね、この説明だの、丁寧に説明していくだの、こういうね、あの、言い回しもうやめろうん。どうせその後もうなんかこうね、まともに顔、回答が返ってこないのもう分かってんだよ、日本国民は。 どこまで国民バカにするつもりだうん、そんなもんね何度も何度もそんなに聞かされてりゃさ、ね、あ,あこいつなんかこう言ってるだけだなってもうわかるんだぞうん、だからつまりこういう言い方してくるときってさ一方的に決定事項を受け入れさせるって言ってるだけじゃないですかうん、議論するならわからんでもないですよまだ、ね、説明だけじゃね、相手側の意見や見解なんかを聞く耳持たんと宣言してるのに等しいわけですからねうん、 ちょっとね、やっぱ上から目線で無駄に偉そうだぞ。うん、謙虚さのかけらもないよな。うん、お前らはあくまでも、ね、国民の代表で政治労働者なんだよ。特権階級と勘違いしたまんまじゃ困るんだけどな。 まあでもね、えー、立憲なんかはさ、そもそも反対すること、それ自体がもう目的で、それで終了ですからね。うん、もう整合性とかもう展望とかもうどうだっていいんだろうね。うん、よくこんな奴らがバッチつけて国会議員やってるよな、ほんと。うん、10年も経って、何も思いつかんでんだったらもう諦めろ。もうだって、こいつらあれだね、もうこの辺野古にさ、ついて、もうなんかもう言及するのもね、えー、資格もねえからやめとけっつんだよ。 うん。そうそう、立憲なんかもう辺野古に二度と触れない方がいいと思うよ。ねえ、鳩山さんとこから今まで具体的な案がないんだったらもう黙ってろよ。うん。一瞬ね、N 次郎君が答えてんのかと思ってもう笑っちゃったよ、本当に。はははは。 もう結局ね、ねこれだよゼロスタート発言ですからねだって何十年もかかっていた案件をねこの鳩山さんがチャラにしてさで10年経った今もこの立憲が改めてねゼロにしようとするそういう発言でしょ冗談じゃないですよね沖縄県民、ね沖縄生まれ、沖縄育ちの沖縄県民のことですよ、ね、沖縄の方々を苦しめてるのはどこのドイツだって話じゃないですか。 ねうん、でまあこの普天間は返還されること決まってるじゃないですかでそれを妨害し先延ばししようとしているのはどこの誰なんだっていう話ですよ、うんね、だから結局反日勢はさ、ね、それはなんかまんまと移設してね、うん、危険性が下がっちゃったらいちゃもんつけてこの政府叩けないですからね、うん、金も引っ張れなくなるしね本当くだらんゴミだよねもうまさにゴミそのものだよ、うん もう確実にこういう奴らを落として、ね、消していかないとダメですよね。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。 はいどうもッパ委員長ですじゃあ、こちら最後3本目、えー、この動画では、えー、不良外来種、ね。なぜ日本は、日本政府は、日本社会は、この不良外来種にここまで甘いのかな。なぜこの日本に来て、ね、こんなんかもう、ね、なんだろう、招かれざるというかえ、そうですよね、僕はそう思うんですけど、そんなことないですか大歓迎ですかね。僕はとてもじゃないけど、歓迎できませんかね。不良外来種ですよね。ね うん、もう日本全国あちこちでやりたい放題暴れ回ってるあれらですよ。うん、だけども、ね、例えば、これまあ何日か前昨日かなおとといかなこの難民認定申請中の,この保護費の話、ね、生活困窮だから事実上、ねうん、生活保護、ね、不良外来種に配ってる生活保護じゃねえのかよってどうなってんだよと足らね,ねえからってなんかこのね、うん、増やしやがって何考えてんだってそういう話をしたと思うんですけど覚えてらっしゃいますかね。 これを青汁王子の美咲さんも指摘していて、なんでこんなに外国人に税金ばらまいてんだろうと、いつも思うんだけど、まず本当に困ってる日本人が先じゃねえのかっていうことをおっしゃってるんですよね、もうごくごく、至ごくっ当というか、当たり前すぎますよね。ねだからこれもあの反日外国勢の,このなんかあれらに対するなんかその僕の,この思いというか。 取り上げ方も一緒ですけどそもそもそこが問題視されるようじゃもう相当終わってますよねっていうのと一緒ですよね。言ってみれば分かりますかねね。だから、<laughs> そうそう、だから共通するのはやっぱりそうじゃないですか。ね。ジャパンファースト。ね。日本人、日本国、日本国内でですよ。ね。全世界でなんて一言も言ってないですよ。日本国内じゃないですか。日本社会ですよね。日本人社会じゃないですか。ね。 とにかくジャパンファーストだったりジャパンオンリーなのは当たり前じゃん差別でも区別でもひどいことでも特別なんかどえらいことでも何でもない当たり前じゃん普通だろだこれがどこの国地域に行ってもねその国のだからアメリカだったらアメリカ人でしょ、ね、イギリスだったらイギリス人じゃないですかうん、ね、中国でも中国人でしょ、ね、韓国だって韓国人じゃないですかまずはでもどういうわけか日本はそうじゃなくされようとしてるんですよね うん、でそれをなんかどっかよその国と比べて、いわゆるグローバルだのボーダレスだのなんかダイバーシティだのなんかわけのわからんことほさいて、ね、あるいはなんかこの,、ね、の BLM とかでもいいですよ。ね、このポリコレ的なね、うん、だから LGBTQ とか、もうなんか切り口なんかもうネタは何でもいいんですよね。結局なんかこの弱者とか少数とかなんかそういう、要は日本をこの分断混乱させて、この切り取って、ね、だこれも結局いつも言ってる通りですよね。反日売国勢が、 何、ね、かいいネタねえかなって、ね、日本にたかる、ね、日本を分断混乱させて、ね、日本この、ね、予算つけさせて、ね、公金中中だからもう中中スキームなんですよ結局いつものパターンなんですよね、うん、だからやっぱりこの反日売国税とこの決着つけて始末つけて、ね、日本社会を日本人の手に取り戻していくためにはっていう話になっちゃうんですよね結局は、うん、だから突き詰めていくと、ね、在日のあれらとの決着をつけなきゃもう 他どうすすることもでできないですどうにもならないっていうのもで過言でも何でもしゃれでも冗談でもギャグでもなんでもないと思いますよ。うん。やっぱり結局これ,これらですよ。これら。ね。こいつらを、もうなんかもうめんどくさいのかなんだか知んないけど、ね、もう今さら手遅れなのかどうか分かりませんが、ね。でも結局先送りして、ね。責任取らないままそのままずっとずるずるだらだら来ちゃうから今このざまなわけでしょ。うん。ね。本当不思議ですよね。 なぜこのなんか不良外来種どもが優先なのか意味が分かんないじゃん、うんね、別に日本に外国人一人もいれんなとかあそんなこと言ってるつもりはないですよ、まあ、基本的には僕それぐらいしてもいいかなとは思いますけどもあまりにひどすぎるから少なくとも、ねうんまあ、これもやっぱりその犯罪とか犯罪者とか、ね、その扱いの話とかするときにも、ね、あの毎回言ってますけど 結局何かあった時に、ね、じゃあなんかこの、ね、留学、学生、勉強が目的なのか、あるいはなんかこの観光客ね、ね、うん、遊びに来ただけなのか、ね、じゃあまたもう仕事するつもりなのか、何にせよこの日本にこのやってくるわけじゃん、世界中から、あちこちからね、うん、何かしら目的があって。でも、ね、じゃあその人がもし万が一ですよ、万が一っていうかもう普通にですけど、うん。 法に触れるような、ね、犯罪に手染めるような、ね、日本の法律とか、まあ、法律だけじゃなくて、ね、文化とか風習とか何かしらこの日本流、日本のやり方、日本のあり方、ね、それをなんかもう勝手になんかこの、ねうん、違反あるいは法律だったら法律違反違法行為ですよね、うん、あるいはなんか法に触れてる犯罪ではないんだけれども、ね、日本ではそれはない、ね、それはありえない、ね、っていうことをこの言うあるいはこのやる。うん 強に言って強に従わない輩からですよね、簡単に言うとね、うん。そういうのはやっぱりね、堂々とお断りするべきなんですよ。うん、でそうじゃないですか。ね、日本国内でしょで。それは別に差別でも何でもないですよね。ねまあ、結局これもこの多様性とかさ、なんかそういうこと言うやつにもうなんかもう結局もういつも言い返すことですけど、ね、その多様性をこの掲げてくるやからこそなんか自分以外の自分たち以外のこの 考えとかやり方とか、ね、多様性言うやつに限って多様性一切認めないよねってみんなそうじゃん日本でこのなんか唾生えてくるやからってうんだから結局ねあのそういうことだからもうたくらん、うん、なんていうのかな、うん、金だよね,、うん、ねんこの弱者とか少数とか何かしらこのなんか、ね、支援するっていう体で、ね、このだから中中スキームだよな、うん 反日売国勢うん、だからもう相当やられてるっていう自覚をまず我々日本人一人一人が持たないとねこういうことってもうずっと続きますよねうんでしかも珍しく珍しくっていうのかな、ね、あの竹中さん竹中平蔵さんね竹中平蔵さんただまあ細かく見ていくと内容ちょっと違うんですけども、ね、不良外来種をっていう話じゃないんですが、まあ、日本は弱者の方を簡単に認めてしまうと ね、それが国全体を弱くしているとそうですね、この人はまあむしろあ,あっち側の人だったんでちょっとなんか言ってるなんか意味合いがちょっと変わってますけどもまあ要はなんかねこの弱者切り捨て、まあ、別にあれらは弱者でもなんでもないじゃん、ね、そもそもなんか日本人ですらないんだからこの,いなん,ていうのなんて言ったらいいんだろうそうだからもうジャパンファーストを徹底すりゃいいだけの話ですよねうん。 まあここでちょっと竹中さんを取り上げたのはちょっと間違いですかね。この人が言う話と全然今,今,回の,今の話と何も関係なかったですね。はい、すみません。全然関係ないです。忘れてください。<laughs> で、えー、まあじゃあそんなことを、ねうん、やっておきながら、じゃあ例えば、ね、そうだな、これ場所どこだろう、えー。インドネシアの人、福岡かな。九州、福岡。えー、とお金が欲しかったと。金欲しさに、何んだけだってあれですよ。 難民申請中にあんだけ手厚く保護までされといてねそれでまだ,まだなんか全然なんかもう関係ない日本生まれ、日本寿司日本人がね生活しているね一般この社会生活している日本人女性にね金が欲しかったとっっ襲いかかってね殴り倒してね怪我させて財布奪っていったりするやつこんなのがもう溢れ返っているんですよ、日本に。何のためにこいつら言いさせているの 単純に疑問ですよね。うん。でこれはあの、インドネシア国籍の、ね、いわゆる最近名前変えたこの技能実習生。28歳。ね、まあ一応逮捕はしましたけど、まあ普通に無罪放免でしょうねん。いつまでこんなの続けるの本当に。に。んえこいつらにこんなことさせて、ね、我々日本生まれ、日本雑誌の日本人がひでえ目に遭う。ね、うん。 その目の目前でよ、うん、アホみたいにこのね、このポンコツ仏壇つぼみ民党のこのね、このポンコツ総理どもがね、ガン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 、アホみたいにこの不良外来種にもうね、金配り倒してるわけですよ、ね、金配っちゃ呼び込んで、ね、うん、やってきたやつにまたこの金配って、はぁ、あ、なんなんですか、それって、なんでそんなことするんですかって指摘,指摘すると、ね、例えば、某ね、元大臣なんか、いや、そういう目で見ちゃいかん。 ね、あるやなんかこの埼玉川口ねこの川口市長なんかなんつってましたっけいや住民から川口市民からは、ね、そんななんかこの苦情なんて一件も上がってませんとか言ってどうなってんだよとうんいやおかしいだろっていうのは当たり前じゃんうんえわざわざ日本の税金使ってさ、ね、手厚く保護していちゃいけねえやつらに、ね、そもそもいてはいけないやからに、ね、不法滞在者ってそういうことだろ うん、何してくれてんだよって指摘するのは当然ですよね。なこういうとこなんだよね。もう堂々と目の前で、ね、ジャパンファーストであるべきところがないがしろにされて、それどころかですよ。ね、我々が納めた税金、えなんで我々この日本社会とか日本人個人だったり、日本企業だったり、 日本社会そのものだったり、だからもうありとあらゆるすべての次元、すべての点での日本ですよね。うん。日本にこの攻撃してくるやからを、なんで我々日本人が払った日本の税金で、ね、なんか保護してやったり、食わしてやんなきゃいけねえの。意味が分かんないでしょ、誰がどう考えたって。だから結局、こいつらをこの例えば支援してる支援団体とかさ、ね、反日不良弁護士どもとか。うん この辺一切合切ですよ。こいつはもう完全に日本の敵だっていうのはその通りですよ。で僕はそう思いますけどね。うん、えだって襲われて、ね、怪我して、ね、治るレベルだったらまだいいよ、ね。命を落とした人だって1人2人じゃないよね。それでもだよ。ね、日本政府、ね、自治体、うん、どうにかする気ゼロだよな、どう考えても。 相変わらずだよだから結局、まあ、さっきの繰り返しじゃないけどやっぱりもうジャパンファーストじゃないやつらはねもう日本にいさせてはいけないもうそれぐらい極端にもうはっきりと白黒つけにいかなきゃもうダメな時期に来てるんじゃないんですかもう転落したやつはもう無理だよ、うん、あなんか、ね、悪い夢でも見てたのかなへへ,へじゃねえよ、うん 分かってて食い物にして、分かってて日本を売り飛ばして、分かっててこの不良外来種食わしてやってるんだから、もう敵だよ。そいつらこそが敵だよ。まあ、そいつらこそがというとちょっと違うんですけど、うん。だからもう確実に、ね、確実にやっぱり排除していかなきゃだめでしょ。うん。でもそれをやるには、うん。やっぱり我らとの始末をつけなきゃ何にもできないんだよ。ずっと指くわえてみ。 だ結局、今回はなんか福岡県で、ね、この起きたことですけどもこの別に他人事でも何でもないですよね、本当は。でもなかなかこれは僕も含めてですけど、ね、自分自身がなんかこの、あるいはこの、ね、近しいな家族とかね、うんまあ、直接なんかこの被害に遭ったわけじゃないからなんかイメージしにくいでしょうね、やっぱり。特になんかこの抜、ね、この牙抜かれて、ふ抜けにされてもう何十年も経つから余計ですよね。自分事としてそう,だからまあそういうのの表れの一つとして 例えばこの都知事選挙でもいいですよ、ね、沖縄の話でもいいし、しね、この間この静岡の話でもいいし、どこの県、ね、どこの都道府県でもいいんですけど、確かにね、このじゃあ選挙ですよって1票投じるっていうのは、ね、やっぱりその、ね、自治体のこのなんか有権者の人たちなんで、選んだ、結果、選んだ、ね、ね、んだその結果に対してはその有権者の人たちの責任って言われれば、それはその通りなんですけども、ね、でもなんかだからって、ね、このなんか日本社会の、ね、一つの、ね、エリア、それぞれ、 やっぱりこう日本人、ね、日本に暮らす日本まで日本の人としてやっぱりなんだろう、うんまあ、責任じゃないけど、うん、でも結局なんか他人事だからそういうのもある意味で弱体化の仕向けられたその1つの結果だと思うんですけどなんか我関せずみたいな別に俺、私、ウ関係ないしまあいいかなみたいなそれは都民の責任でって、うん、なんかそういうのもやっぱりこの やっぱり反日外国勢はほらね分断して切り取って難望っていうそういう攻め方をしてきてるわけでしょ都合いいよねあいつらにとってうんだからこの日本そのものに対するこの興味というか親剣味もやっぱり薄れてますよね明らかにそう思いませんだからその辺からなんかうんどうにかするっつったらもうなんだろうね僕みたいなこの YouTube でさ ねうん、その辺どこにでもいる普通の人間がこの喋ったところで何も変わんないですよ、世の中は。まあ、教育とかじゃないですか。ね、学校でもいいし、家庭でもいいんですけども。ってなると、やっぱりね、うん、1ヶ月とかさ1年とか、そんな短いスパンでどうにかどうにかできる話じゃないですからね。うん、だもん長い長い、なんかね、うん、時間かけてどうにかして元に戻せるとこから元に戻していくしかないような気がしますけども。うん まあでも今のところ、反日売国税のやりたい放題が、ね、続いてきたし、続いているし、今後もしばらくの間はそ,んなそうなんだろうと思いますけどもね、余計ひどくならないといいですけども、ね、このままいったらもう本当、わかんないですよね、うん。それだけがもう心配ですね。うん、ということで、えーまあ、この怪我した人、ね、なんか無事だといいですけどね、うんえー、今回は以上です。 はいどうも長ですちょっとね、えー、だいぶ遅くなっちゃいましたけども、なんかいまいち、ね、声がこう割れちゃうんですけどもね、まあ、そのうち治るでしょということで、えーまあ、ちょっとね、順番に見ていくんですが、今日なんかもうね、石丸さんの話ばっかなんですよね、話題というか、ね、ネタがね、うんえー、こっちのチャンネルの方では、 まあ石丸さんの話でしょう、あとひまそらさんの話でしょうで、あとこのなんか蓮舫さんの話ですかね、もう1個の方はもう全部石丸さんの話になっちゃうんですよね、石丸さん、大旋風じゃないですか、選挙で負けても、なんかいろんな意味でこっちで勝ったみたいな、そういう認識なんですかね、うん、まあ、応援する人もしない人も、うん、まあ要注目ということで、いいんじゃないでしょうか。 じゃあ、そうだな、せっかくなんで、じゃあ、その石丸さんのお話からいきましょうか、こっちでね。まず、この地元広島から、ね、いや、あいつを知人なんかしちゃだめだぜっていう声がね、まあ、前からこのポ,ロポツポツとね、聞こえてきていたと思いますけども、このこの地元広島でね、えー、なんだろうな、この反石丸派とでも言いましょうか、まあ、次の新しい市長、ね、新市長に、 えー、まあなんか反石丸派の人が、まあ、当選してね、うんまあ、秋田田市の市長選挙が行われてたんですけども、も知事選の裏でね、うん、確か鹿児島県知事選挙とかもやってましたよね。うん、で結果はこれまで石丸市政に、えーまあ、有権者から脳が突きつけられる形になりました、だから地元受け、全然よろしくないですよねまあももちろん応援してた人もね。 たくさんいらっしゃるんじゃないかと思いますけども。えー。っていう話があったりとか、あと、このほら、同じこの知事選挙でこの戦った、あーなんだろう、同じ候補者としてね、あの戦った人たちが、それぞれこの石丸票ああ、あの人こういう感じの人でしたよみたいな、そういう話をされる方が、えー、と今回はね、2人ほど、同じ京都大学卒業の,この河合さん。 河合祐介さんっていうねこの候補者いらっしゃったじゃないですか、えー、が石丸さんのことを結構的確なこのなんか人物票だと思いますけどもね、うん、これ結構長い確かポストだったと思うんですけどもね X でのこれ見ました興味ある人はちょっとなんか、あのー、オリジナルを見ていただきたいんですが河合祐介さんってあのジョーカー議員の人ですよねうん えと東京都知事選、えー、候補川、河井雄介が、同じく都知事選候補、石丸慎二候補に対して、えー、持つ感想を、えー、述べさせていただきますよと。彼に対して批判的な立場というわけではないのですが、彼は老害を倒す爽やかな善人というイメージで、まあ、確かにね、えー、ネットで有名になりましたが、彼の本性というか、本音のところを推察したいと思いますと。結論から言うと、野心家。 狡猾権威主義的ブランド好きという性質が見えますと。うん。でしょうね。ねだからまあ、一言でまとめると政治家でしょ政治家なのか政治家じゃないかって言ったら、これは政治家の特徴じゃないんですかねで、その根拠は えー、まず彼は京都大学を卒業しています。これは単なるイメージにすぎませんが、私も京都大学を卒業しているので分かるんですが、多くの兄弟生が野心家で権威主義的でブランド好き、タイトル好きです。<laughs> それぐらいの性格でないとなかなか入れない大学ですと <laughs>。次に彼は三菱 UFJ に入り、ニューヨークなど海外で華々しく仕事をします。兄弟生の多くは大手商社や、えー、外資金融などに就職し、華々しく海外で働きます。 そんなニューヨークで華々しく働いていたような人が、どういなかの秋高田市のことなど本当に興味があるんだろうか、秋高田市自体ではなく、市長の職やタイトルに興味があるのではないかと私は注視していました。すると案の定、えー、都知事選に出馬してきました。<laughs> <laughs> というのは彼の市長になるまでの経緯を見ていると、えー、2020年秋高田市の市長選は、前市長が汚職で辞任したことから行われた選挙で、 候補者は前市長の後任の人物たった一人のみという状況でした彼は木を見るにまあなんかそのたななんか流れっていうかなんかそういうのが得意なんでしょうね木を見るにビンってやつですよね、うん、でその状況なら無所属の自分に風が吹くと判断し1対1の選挙なら勝てると踏んで銀行を辞め出馬し見事に当選しますその分析力木を見るにビンな判断力 行動力はさすがという他ありませんしかしその目的というのは、秋高田市を良くしたいという思いがメインというよりは、市長という職に、えー、どうすればつけるかというところがメインなのではないかという気がします。兄弟語学、三菱 UFJ 銀行の相手、市長当選といった難易度の高い目標を達成するには、権威主義的な強い向上心と、えー、それをどうすれば攻略できるか徹底的に考え抜く分析力が必要です。 彼の頭の中は自分のキャリアアップをどのようにして実現していくかが大きなウェイトを占めているのは間違いない気がしています。自分のキャリアというよりも、秋田田市のことをメインで考えている人は地元で就職したり、秋田田市の職員になっているケースがほとんどであろうと思われます。次に市長になってからの行動、発言です。老害議員 vs 若手前任市長という構図でネットでバズり知名度を上げた石丸氏ですが、これも秋田方氏をよくしようとする思いからたまたまそうなったのではなく、彼による仕掛けがあったのではないかと考えられます。議会に市長、えーえー、提出議案を承認する権限がある以上、議会や議員との関係がこじれたら議案は承認されなくなります。私も議員だったのでわかりますが、人間関係で承認するかしないかが決まったりもするんです。 えこれは民間企業の取引なんかでもそうですよね。ゴルフ行って一緒に飲んで、関係深めて取引って始まっていったりするものです。市長と議員がゴルフに行けと言ってるわけではありませんが、前もって挨拶に行ってこういう議案を通したいんでよろしくお願いしますと、えー、目上の議員と関係性を深めて進めないと議案は通りません。えー、うちの総加市議会でも、えー、市長は議員に頭を下げてよく議員控室に来ていました。これは過半数持ってる自民党などの会派がある以上、しょうがないんです。 そんな会派をつからせている有権者の責任ですしかし石丸氏は議会で古ごっこで関係性を意図的ともやれるうやり方で悪くして議案が通らないという事態を生じさせましたそうなることがわからないほど彼が頭が悪いはずがありませんそしてそれがネットで拡散し炎上し知名度を得るわけですがここまでの流れを見た時たまたま結果的にそうなったと思いますか兄弟合格三菱 UFJ 銀行の相手市長当選という難易度の超高いハードルを超えてきた 目的達成至上主義の彼が、後先考えずそんな衝動的に議員とし喧嘩なんかするでしょうか私はすべて計算づくであったとしか思えません。そもそも恥を知れというメディアで取り上げられた発言も計算書を行ったものであると本人も言っていますし、都知事選の出馬も4年前から考えていたとも本人は述べています。だとすれば、秋田方市で、 意図的に炎上させある意味踏み台にし都知事選も踏み台にし自分の知名度を高め価値を高めるところまでが彼のプランだったのではないかということですでしょうね、うん、だってほらもう早速ね、あのー、次のステージね、うん、あの国政でって、ね、やぶさかみたいな言い方してましたけど、うん、だって最初はっきりと否定してましたよね、うん、だからそれがなんかいいのか悪いのかっていう話はしてませんよ、うん ただやっぱりそういうね、うん、あの、進め方をしているっていうところですよね。うん。それはね、ねやっぱり政治家の類なんじゃないですか。うん。ね自分は違う。ね政治家どもを一掃する。ねやっぱりそうやって言い放ってたんだからさ、うん、え全然違うんじゃねって、自分も今のところやってきてることは、ね政治家なのか、ね政治家なのか、どっちっつったら政治家じゃないですか。うん でえー、なお、都知事選は石丸氏は100%当選しません。過去、都知事選で現職が負けたことは歴史上一度もありません。小池さんで決まりなんです。そもそも組織票なしで都知事選に勝てるほど選挙は甘くありません。そんなことは選挙を知っている業界の人間なら常識ですし、頭のいい分析力のある石丸氏が分かってないはずがありません。したがって、都知事選に出た目的が、あ当選目的がメインであったと考えづらいんです。政策も都知事選であるように。 多け分散などという東京の利益相反とも言えそうな政策を出してきており、取ってつけたような政策であるとの印象を受けます。私がネタで町田市は、東京か神奈川か分かりにくいってネタはよく聞くので、町田市を神奈川県に譲渡しますと言っているのと変わらないのではないでしょうか。 都知事選への本気度が見て取れないとの批判を受けるのもしょうがない気がします。これらの事実をもとに考えると、彼は野心家、狡猾、権威主義的、ブランド好きな性質を持っている可能性があり、えー、秋高田市で意図的に炎上させ、ある意味踏み台にし、都知事選も踏み台にし、自分の知名度を高め、価値を高めるところまでは彼の4年前からの計画であったのではないかという仮説はある程度説得力を持つものではないでしょうか。そうですね、今のところ、えぇ、ー、っていうところはなさそうですよね。 ブランド好きなのかどうかはちょっと彼のプライベートが知らないんで何ともあれですけども、えー、もちろん真実は彼の心の中のみにありますから断言はできませんしかし彼には彼のあ私には彼の爽やかなイメージや善人そうな顔をしているのを見たときにやや怖いイメージも受けるのです私だけでしょうかややサイコパス的というかああ結構あの動画のコメントにもねサイコパスサイコパスってこのコメントしてる人たくさんいましたね えー、というか神経そうなイメージというか権力を持たせると怖いタイプな気もしますなおお前も人のこと言えなくねブーメランという意見がありそうなのであらかじめ言っておきますが私も同じような性質を持っています隠す気もなく名前を売る目的で出ていますそれが仕事ですと答えます、えー、似た性質を持つ人間だからこそなんとなく匂いを感じるんですと <laughs> 最初に記載もしましたが完全に批判的というわけではないです逆に上り詰める人間はそれぐらいでないといけないんです えの、のう田の子なのや、戸家康が本当に優しい善人の性格で天下が取れましたかそれぐらい狡猾で戦略的でないといけないんです。結論まとめると、ここで言いたいことは、応援する人は、そういったこともすべて込みで応援すべきである。ということです。でしょうね。うん。だから、ね、彼はね、政治家の中の政治家なんだ、みたいな。ね、なんか、あの、さすがにね、この信者でこのなんかもう先鋭化しちゃった、 ね、信者化しちゃってる人たちは,、えー、はもうしょうがないですけど、うん、そうじゃないなんか、あのー、普通に普通に一有権者としてあるいは一日本人日本国民として、ねうん、期待するとか応援するとかあそういう人たちですよねそういう人たちはなんかそういうこともよく知っておいた方がいいんじゃないですか、うん、だからやっぱりほら、ね、僕なんかこの応援しない支持できない、ね、たった一つ唯一 にして絶対のね、うん、原因というか理由もちゃんとね、僕はあの動画の中で説明してますけども、ね、やっぱりそういうとこですよね。うん、本当にこのジャパンファースト日本のことを考えて、東京都のことを考えて、ね、うん、あるいはこのなんかもっと魚持って広島の秋田方市民のことを考えてっていうね、うん、そういうスタンスでそこに軸足があってね、政治家をって言うんであれば、うん、どう考えてもやっぱり、うん、日本差し置いて ね、敵国の敵のあれらの、ね、詐欺案件に、うん、言うわなんていう見識、うんえー、認識か、うん、見解か、うん、ああいう発言が出てくるわけがないんで、うん、だからやっぱり、うんあのー、自分の目的を果たすためだったらね、うん、組む相手も使えるものは何でも使うつる、ねうん、む相手も別に選ばないたとえそれがっていう、ね、そういうことですよね だからもうどう考えても政治家の類でしょ。うん。ねなんだったらもう地位のためなら、名誉のためなら、金のためなら、ね、平気で転落するのもいとわないっていう、そういうことでしょ。うん。だからダメだって言ったんです。僕はね。うん。ただね、ねここでもほら、あのー、なんでしたっけ。ねおっしゃってる通り。ねうん。応援する、支持するっていう人はね、ね そういった部分も全て込みで応援すべきである。うん。いや、ほんとそうですね。うん。まあ、だからこそ僕はありえないって言ってるんですけどね。うん。えー、盲目的に偶像を作り上げることは危険であるという警鐘を鳴らしているわけですと。うん。まあ、でももうね、信者化している人がいくらでもいそう。と思いきや、案外そうでもなさそうですよね。うん。まあ、いいんですけど。まあ、かなり的確な指摘だったと思いますよね。うん。 パッと見変な人なのかなって思ったらね逆にぶんまともな感覚の持ち主でしたねであともう一人あのー、安藤さんですかね、えー、この方も石丸さんはすごく議論がうまい方って言いながらでもちょっとチクッとこの皮肉っぽいっていうんですかね、うん、YouTube のメディア上でいつ切り抜きされても大丈夫なようなどこを取っても見せ場にできるような喋り方をされていてすごいなと思ってました <laughs> これも結構なんかいろいろ知っててね、うん、なんかそういう自分の頭の中でこのアレンジが効く人じゃないと出せないセリフじゃないですかね。うん。で、僕、今回これ一番面白かったのがこの人ですかね。まさかこの人からそんなセリフが出てくるとは思わなかったんですけど、この原口さんいるじゃないですか。立憲の原口さん。ね、うん、あのー、蓮舫さんの元同僚ですよね。立憲の原口さんが、この石丸さんに対して何つったと思いますこれ見ました もう大爆笑しましたけどあそれで喉おかしくなったのかな <laughs> もう正体見切ったとねこいつの正体見切ったと底知れぬ藩を感じるって言ってんですよ <laughs> 藩ってあれですよ千年恨むの藩ですよ藩党、ね、の藩ですよあれらの藩ですよってことはそういうことなんだってもう,もう笑っちゃいましたよ本当 <laughs> いやすごいね うん、まあ実際なんだろうなあのー、僕みたいにその,その辺どこにも素人もね、うん、正解のこの背の字も知らない人間ではなくてね、うん、まさにこの現場にすでにいる人のね、えー、見立てだから、うんまあ、まるっと信用するつもりはないですけども <laughs> なるほどこの人がそういうぐらいだからっていうのはちょっとなんか笑っちゃいましたね、うんえー、底知れの反を感じるんだって。<laughs> 千年恨むの藩を感じるってよっぽどだな。<laughs> もう野心家どころじゃないよね。だからもうまさに半島流じゃないですか、やっぱり。ね、これがもし本当だとすれば。まあ、原口さんはそう感じたんだから原口さんの中ではそうだったんでしょ、ね、うん。だからもう、もう半島のあれらの、ねうん、なんかもう何ともこの表現し難い何かを感じたんでしょうね。うん まあなんか石丸さんがこの開票後に出演したこの TBS ラジオのなんか YouTube 生配信の動画を見ての感想かなかつて人をとことん追い詰めるタイプの人間について仲間と話し合ったことがあったとまあなんか切り出してうんぬんみたいなまあ原口さんのなんかこの辺のね話はまあ興味ある人はちょっとなんかねうんご自身で <laughs> だからこのね 石丸さんの基本的にこう、なんだろうな、一番このイメージしやすいの、ね、まあ僕とか、まあもしかしたらあなたも、ね、このなんか、底知れの班って言われて、このピンとくる、<laughs> ね、半島のあれだよ、このなんか、こう、ね、話題とともに毎日見ているような、僕はもう完全にこの職業病ですけど、ね、イメージ湧きますけど、そうじゃない人にとっては、あれですね、ほら、この人、ね、この上野さんを、このなんか、尊敬している、 そういう発言があったじゃないですか。だからあれですよ、フェミの男版ったら分かりやすいんじゃないですかね。そういうこの攻撃性を感じますよね。だからまあ、なんかこの人をこの応援していた、まあ途中でなんか指示取り下げてましたけど、ひろゆきさんはね。うん。だからなんかこのコメンテーターの人でも、なんかこの、なんだろうな、指示をなんか打ち出してた人たちをなんか置き去りにするぐらいの,なんかこの突き抜け具合ってうんですかね。なんか何かへのこの憎悪 そうだからやっぱりこの反を感じるまあ原口さん原口さんでね <laughs> そんな言葉がセリフがさらっと出てくるってことは親って感じがあれですけどもまあだからあれですねそういう人なんだなと、うん、まあやっぱりだからねこの僕の中では、うん、なんかあの発言とね全てがつなんかこの繋がる <laughs> ちょっとなんか興味深い発言ではありましたけど、うん、まあこの後もなんかね、うん あのまたすぐ国政に、ね、らんで、ね、次のステージに進むっていうことらしいんで、うんまあ、引き続き、ね、もうしばらくは色 <laughs> 々いろいろとこの話題を提供してくれる存在であり続けるんじゃないですかねそうですか底知れぬ反を感じますか <laughs> なんか腑に落ちましたあざーすということで今回は以上です はいどうもカッパ長ですじゃあここからちょっとね選挙の話選挙の話あ知事選ですかねていうかもう蓮舫さんの話蓮舫さんの話でも蓮舫さんの話ばっかりじゃちょっとだいぶ疲れちゃいますよねじゃあ蓮舫さんの話は1個にまとめましょうプラスそれ以外の候補者の話なんか玉神さんの名前とかねあと何だっけななんかほらタレントさんも1人なんか名乗りを上げた人がいたななんかあの 誰だっけ名前と忘れちゃったけど、なワイドショーとかに出てたような人だよね、結構年配の人で。はあ、っていう話と、あとはこのまたなんか、ね、この仏壇壷井民党の,、ね、この稲田朋美さんがなんかやらかして、どうだろうな、これ、選挙の蓮舫のさんネタでごまかしに行くつもりかな、そうは問屋がノー選挙だけど、あと、この日中、日中韓首脳会談とかもやってたじゃないですか。 これはまあひどい話ですよね。案の定、日本はもう全然、てめえでてめえの身を守ることすらできない国なんだなっていう、再認識させられたっていう、ただそれだけ、何やってるんですかね、政府は。本当に。たくけしからんよなで、もう一個、デイリーの方であれですかね、このどっちにしようかなと思ったんですけど、ちょっと前にほら、長澤まさみさんのね、このなんかか中国のこの BYD っていう電車ぐ屋あるじゃないですか。BYD、 ありかもみたいな、なんかそういう CM やってたのね、あれなかったっていう話ですかね。あとはもうタワマンのね、この例の事件ですけどね。まあいいや。それでは蓮舫さんからいきましょうか。まあ、記事がね、すげえ飛び交ってて、あとまあ、このコメントを言及してる人もすごい数いるんでね、やっぱり。例えばね、蓮舫、まあ、さんがね、自民党を決闘決別し、 小池都政をリセットするのが私の使命だってさっきも言ってたじゃないですか。であるにもかかわらず、ねうん、なぜかこの半島問題。うんまあ、最初はね、それちょっとなんかこの伏せといてあるんですよね。公約発表時にお伝えするっていうふうに。うん、まあ、だめですよね。もうこの時点でジャパン、そもそも存在がジャパンファーストじゃないじゃないですか。ね、逆でしょ、うん。なんでこういう人が立候補できるんですかね。 そこからおかしいよね。だもう今の日本社会って、やっぱりこの、例えば法律とかもそうですけども、もう制度設計とか、この枠組みっていうかさ、ね、それがもう我々、ジャパンファーストじゃないんだよ。我々、日本生まれ、日本人たちの日本人を、ね、どんだけ食い物にして、どんだけ頭数減らして、どんだけこの社会を作り変えていくかっていう、そのためにどん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 追加されてってるんで、うん。我々ね、国民に極力知られることなく、こそこそと。 最近そうでもないけどね、堂々と。うん、さっきの稲田さんじゃの話じゃないけどさ、LGBT 法案なんかまさにそうじゃん。はっていう、なんかもうあっちゅう間になんかね、うん、あんなもんやられましたからね。まあ、それはさておき、ね、こ野、あの子援軍っていうかね、えー、辻元さん。辻本さんが蓮舫さんのこの東京都知事選出馬をまあ会見でなんか見守ってたと、うんあ。会見を会場で見守ってたと。 蓮舫さんが会見するのを、ね、その場で、ね、ちょっと離れたところで見守ってたと。で、暑い夏になる。<laughs> だかららさっきも言ったようにわざわざ無所属、議員辞職してから無所属で出馬する。ね、だけど、もう秒で、ね、立憲と共産が全力支援を表明してた。なこういうところでもふざけたこのなんか有権者を欺くための,この茶番が展開されるわけだよ、細かく。な、うん だからもういい加減あれだよね、国会議員もそうだしさ、ね、こういうのがこのなんか都道府県の長のもそうだし、ねうん、他のなんかこの都道府県の議員も区市町村の議員も,だからもうこの選挙制度、ね、国民有権者が一票投じて,ってこの選挙でこの選ぶもうこれがもう多分破綻してるんだと思うよ、うん。これはどうにかしてまともに機能するようにって民意が反映されるように有権者の ね、このなんか思いが、ねせ、決断が反映されるようにって、なってないもんな、そもそもがさ。大、う、体、ん、候補者がジャパンファーストを探すのに苦労するようじゃもう終わってるでしょ、だって。ね、だって本当だったらね、うん、ね、さっきちょっとだけ言いましたけど、ね、ジャパンファースト、一番ジャパンファーストなのは、ね、例えばこの、じゃ都知事選挙。 日本生まれ、日本育ちの日本人の今東京に暮らしている東京都民の人にとって、ねうん、どれだけジャパンファースト、このなんか小池さんたちの,このトファーっていう意味じゃないですよ、ね。都民ファースト、ジャパンファースト。都民ファーストでもだって、ジャパン、ね、日本人じゃねえやつも結構いるじゃん、ね。そいつらだってファーストにしちゃダメなんだよ。うん、えだから都民ファーストは都民ファーストなんだけども、その中でもジャパンファースト。 ね、日本最優先。日本人だったり、日本企業だったり、ね。とにかくことごとく日本最優先なのはどことどことどこ。ね、じゃその中で最も、うん、実際に言ってるだけじゃなくてや、ね、やることやって、結果つけてきてって、ね、この都民に、ね、都政に反映させて、都民の生活に、ね、どんだけ、うんね、そこまではまあ選挙じゃ分かんないけども、うん、選挙というか終わってみないと分かんないけど。 でとりあえず、じゃあ、ね、一番の、ね、ジャパンファーストの一番のジャパンファーストは誰なのかなっていう選挙だったらいいじゃないですか。ね。それだったら、ね、じゃあ、なんかもう、うん、じゃ仮にですけど、ね、今のこの立候補者が全員ジャパンファーストだったとしましょう。仮にですよ。全然違うんですけど。ねうん、じゃあ、小池さんの参戦なのか、ねうん、そうじゃない蓮舫さんなのか、ね、どっちもジャパンファーストだと。じゃどっちが、 どっちがよりね、あの言うだけじゃなくて、この実行力もあって、ね、この結果をつけてくる。うんね、どちらが実際にこの東京に暮らす日本人にとって、ねうん、より良い、うん、知事になるのか。そこでじゃあ、どっちな、ね、選挙や,や、ね、このなんかあの、実際に選挙期間終わって、ね、投開票、ね、あの結果出ましたと。うん、ってなった時に、ね、 うん、どっちもジャパンファーストであれば、ね、ぶっちゃけどっちでも、そもそもやらしてみないと分かんないっていうのもあるから、だからこの間のほら、ね、結果的にはもう大失敗で、もう本当、なんかもう黒歴史になっちゃいましたけど、ね、旧民主党政権時代の、ね、とりあえずやらせるだけやらせてみようみたいな、まあ、あんなのあんならもう本当に二度と勘弁ですけども、でも、どっちもジャパンファーストだったら、まあ、でもこの選挙の結果だし、ね、やらせてみないと、ね。 やることやって結果つけてみてね結局どうだったのかってのはやってもらわないと分かんないよねっていうそ,それだったらまだなんかそう言いたくなる気持ちも分かるんですけどもでも蓮舫さんはねそもそもがさ、ね、違うじゃん、うん、立候補できてること自体がもうなんかおかしいよな、うん、って僕は思いますけどねうんではなんかね えー、さっきも言いましたけど、ね、無所属で出馬するんだって、蓮舫さんがね。で、オール東京の応援団が、ねうん、だからほら、幅広く、ね、支持を、ね、賜りたいみたいな、ね、反映させたい、声を反映させたいとかって言っときながら、ね、すごいですよ、もう反日売国、ね、こびかんこび中オールスターズ、ようここまで揃えたなっていうメンツが、まずこの宇都宮賢治さんでしょ。 あとこの前川喜平さんでしょ <laughs> こいつもよう表舞台にまだ出てくるいい度胸だよな、ほんとな、うん、であとこのなんか、立憲、東京都連幹事長の,この手塚さんっていう人とか、共産党の,、ね、この小池さん、ね、あの緑じゃない方の小池さん、ねで、市民団体代表者らに大きな拍手で迎えられたのが蓮舫さん。 ね、選んじゃダメでしょもう絶対ダメだよ。すごいね。<laughs> もうなんかパヨ界隈のおじ大集合じゃん。<laughs> ね、半日パヨク、ね、老害オンパレード、すごいメンツだよね。その上に囲まれてる蓮舫さんがなんか、お <laughs> パッと見お、おって、あ違うわ。みたいな。<laughs> 一瞬とはいえ、 一瞬とはいえ判断ミスしかかった俺のなん,かなんか一切がさ返せよって言いたくなりますよね。<laughs> ほんとさ。でしかもこれとどめですよ。まあこれがまあ,ある意味僕が今回見た中じゃ最も最もこの人をねあの選んではいけない、ね。この人が都知事になったら危険だ。まあ、いっぱいありますよ。うん、や,らかしやらかしというかもうそもそもだってね 日本のそれとは違う存在がなぜか立候補しちゃってるからさ。うん、で、えー、もうこれ見たままですよね。これ2頭さんですよね。コラボですよね。WBPC をこれ推進しますんで、この人は。うん、約束してましたよね。うん、ねだってこの、こなんで日本政府は、ね、日本社会がっ、ったもっともっとこのコラボの活動に、ね、この予算をみたいな。金をもっともっと流せっ,つって言ってましたからね。うん でなんかこのだから結局、都知事になったらあまたこのコラボの活動にね、うんあの、燃料追加ですよ。うん、ただもうこのういくつもありますけど、だめな理由、うん、これなんかもなかなかだよね。と蓮舫さん、確か、ね、こうやって記念撮影してるぐらいだからさ、20年6月25日、えー、こんなふうにこのツイートしてるんですよね。 えー、昨日はコラボの活動に参加活動に参加してるんで、えー、虐待等で家を出て居場所がない女の子たちにカフェやホテルシェルターを提供、えー、自立支援を行っていますと <laughs> 自立支援ねで、えー、感染症の影響も大きく、えー、この数ヶ月の相談はすでに年間,、えー、年間件数を超えるとこれからもっと心配されます、えー、私もできる,できることをやります 彼女たちが否定されない社会を。まあだからもう、ねもし、もし万が一、億が一、蓮舫さんが知事に就任したら、もうね、あのだからほら、結局、ひまそらさんもこれ、警戒してますよね。うん、こんなやつ、絶対に知事にさせてはだめだと、ね。東京どころか、日本が終わるみたいな。いや、本当にそう思いますよ。うん、しかもそれが、絶対ありえねえだろうと。ね、ここへ来て蓮舫さんがなんかこう出馬したところで、絶対ありえねえ。 心強い味方か。<laughs> で、えー、まあなんかこうねあ、必殺仕分け人彷彿発言っていうのかな、公費を使った事前の選挙活動、ねえー、小池知事の,この予算の使い方をこの批判してたりとか、<laughs> 本当お前言うだよな、ことごとくな。 あと、この学歴学歴詐称疑惑があるじゃないですか。まあ、疑惑というか学歴詐称じゃないですか。あ、小池さんね。うん。そこも突っ込みに行くんですよ。すごいですよね。<laughs> お前なんか <laughs>、国籍、国籍詐称じゃねえかよ <laughs>。国籍ロンダリング中だろう。うん。それで何言ってんだよな。ねえ、どっちも詐称は詐称だよ。どっちも嘘は嘘なんですけども。ね アブレキサ賞よりも、ね、国籍ロンダリングしてるお前の方がよっぽど立チ悪いぞ。うん、で、えー、それをなんか突っ込みに行こうとした人が、ね、秒でこなんかこのシャットダウンされちゃうんですよね。シャットアウトか。うんねえー、関係ない話でも聞いていいですか、どうぞ。ねえー、また関係ない話なんですけども、ね、国籍って言いかけた瞬間、関係なさすぎだな、終了みたいな感じで切られちゃうんですよね、どこぞの騎士が。 産経かなちょっと分かんないですけど <laughs>。本当こいつらてめえに都合が良すぎるよな。うん、分かってることだけどさうん。まあ必殺仕分け人ですよね。うん、で、えーまあ、学歴詐称 VS 国籍詐称ですよね。で、無所属でしょ出馬すると、ね、言っときながら、まあ、お時代集合してたじゃないですか。で えーまあ、説明しろって問われて、ねまあ、学歴疑惑、本人が説明しろってこのなんか、ね、蓮舫さんが言って、ね、ブーメラン食らって、ね、自分の戸籍投法を見せるのが先だと、うん、っていうのは確か誰だっけなビート教師さんだったかなあんたがまず説明しろよって、えー、即ブロックされたっていうね、うん、こんなやつらですよね, <laughs> ね、うん、聞く耳は持ってないですよね。 うん、もうあくまでもとことん自分に都合がいいだけ、ね、もうこの人知事になったら本当終わりますよねなくとも東京、ね、さらにガタガタになると思いますけどね、うん、さて東京都にお住まいの、ね、都民の方々はどうすればいいんでしょうかじゃあちょっと次の動画でさ一体どこの誰が、ね、NHK から国民守る党の,この候補者が半分 こういうやり方、一応ありはありなのか。ね。うん、ただ、なんかもう、こうなるとさ、選挙がなんか別な目的の、ね、この当選するっていうことが目的じゃない、違う別の目的の何かの、ただのパフォーマンス、そういう場に、こう、なんかこの、使われてるような気がしてならないんですけどね。うん。まあいいや、今回は以上です。はいはい。 はいどうもカッパー委員長です。じゃあ今度はね、えー、移民難民クルド人のお話ですかね、まあ。登場人物が、まあ、なる、まあ毎日新聞とか、あるパヨッタ、ーなんかライター、記者、作家かなえ歴、自称歴史家か。な何やってるかなんかよくわかんない。研究家みたいなやつとか。あとなんかね、立憲のこの原口さん。原口さんがちょっとなんか原口さんっぽくないことを言い出しちゃって。なんだ、立憲。 そうなんかあの選挙の時のねこのポッポミスター鳩山あの人もなんからしからんこと言ってましたよね逆になんかあのみんの玉木さんがああなんだやっぱダメかみたいな <laughs> で最後はあの、えーえー、フィーフィー女子ですかねフィーフィーさんねまたなんかあの日本のねこのバッチつけて偉そうにねふ、うんぞり返ってるだけの国民のために何のクソの役にもただねポンコツ議員の代わりにねピシャピシャ なんかそういう感じらしいんで、見ていきましょうかね。もうなんかいよいよさ、ね、無理だとは思いますけど、もうなんか変わってもらえよっていうなんかふざけた輩が多すぎるよな。何なんだよな、ほんとな。うんまあ、いいや、えー、まずこの難民に冷たすぎる日本が忘れてた日本人の知られざる歴史みたいなわけのわからん作文を書いてるやつがいるんで、これはあの無駄に長いんでね、もう全部見てたらひいくれちゃうんで、の興味ある人は確認してみてください。なんてやつだっけ、これ。 ねまあ、はたなかはたなか何がし作家って書いてあるけど、<laughs> だからこれ、あれです、ねもう内容なんか確認するまでもないです。うんまあ、だから、あれですよね、あのまあ、これ、半島との、ね、だ僕がいつも言っているあいつらとの,この決着を取とってとつけなかったから今、このざまだっていうのが、その逆の意味で、ねえー、そっち側の、うん、半島サイドに立っているやからがうそ、ん、でたらめこういて垂れ流している。 っていうことはやっぱり逆もしかりの逆もしかりじゃないけどさねこういう輩が言ってるんだからこそね、普段やっぱり僕が言ってるこことの決着はつけなきゃダメだってことですよねうんはだから結局ねあの何だろうだむしろこの本来ねこの国外退去になるねこ刑法犯の受け入れ拒否をしているのはねあいつらじゃないですか 本国半島でしょ、ね、だからいつまでもこの、ね、日本から在日呼び戻さないお前たちの本国こそ、ね、この在日コリアンを排斥している格好だよね、うん、でまあなんかねこの当時の日本人も嫌がられることをやっていたんだから今の日本人も嫌がられることを、ね、あの受け入れろとか言ってるんですけど、うん、だちゃんちゃらおかしいですよね当時現地人でしょ 日本人の嫌がられること100%じゃあ受け入れたのかってそんなことはないんですよね。受け入れないから嫌がられたんでしょ。ね、だからもう論理破綻してますよね。だからしかも当時の現地人の立場になれと言うんだったら、ね、当時の現地人のように外国人に対して嫌がって、それこそ石でも何でもぶん投げて追っ払っていいってことだよね。現代の我々も。だからもう結局ね、こいつはてめえに都合のいいことしか言わない。だからいわゆるジロタフってやつですよね。うん。 ね、てめえの暴力はいい暴力って平気で本当に言ってるんでこいつらはね、うん、まあ興味ある人はねこのース当たって見てみてくださいね、うん、あの多分はなんだいヒュンダイのあのビジネスのやつですね畑中なんて読んだの秋広って読むのかな自称作家の人が書いた、ね、わけのわからん話です <laughs> まあいいです見なくて勝ちないんで、ね、そういうこと言うやつが山ほどいるっていううちの、ね、一人なんで所詮は で今度なんかこの毎日新聞ですかね、移民をタブー視するな、えー、移民社会にしないと回らない現実、日本は直視せよ。ね、こうやってやっぱり毎日も嘘つくんですよ、平気でね、うん。回らないとか騙されてますからねいや、本当になんかそんなこと思ってるような人が、ね、いるとしたら、もうだいぶやばいですよ、全然違うんで、ねうん、低賃金、ね、この現代版、この奴隷が欲しい企業だけですよね、そんなことしたいやつはね。うん 大体さ、ねうん、日本語も分かんねえ、溶け込む気もない、ね、え不良外来し、どんどこどんどこ増やしていったら、もう内戦状態になるの分かるだろう。うん、だからある意味、我々がどのタイミングで立ち上がるか、もうそういう,そう,いうステージですよ。ね、政府やね日本社会全体としてはもうどうにかする気はないんで、わ、ね、れ我々次第ですよね。うん、で、あいつらは、ね、じゃあいっちょって、ね、どん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 入り込んでくるんですから。 うんね、やりたい放題、今のところ、ね、やりきれてますよね。うん、だって、とっつかまえて、ね、ぶち込めないんだから。うん、そのまま無罪方面で、また同じこと繰り返して、ね、窃盗3回目とか4回目とか、わけのわからんやつが、山ほどいるわけでしょ。で、毎日増えてますよ。うん、さあ、われわれ日本人はどうしましょうかと、ね。政府も何も助けてくれませんよ。まあ、昔からそうだな。助けてなんかくれねえよな。 スウェーデンとかさこの欧州の、ね、むちゃくちゃやられたもうすでに、ね、通ってる、ね、同じ道を通ってきた人たち見てりゃ普通は学習するんだけどなんで同じかそれ以上のねわけのわからんこの <laughs> 犯罪カーニバルみたいなこう提供してんだろうねいつまでも日本は、うんね、まあこの移民政策推進一緒になってね政界もそうだし財界経済界もそうですよね うん、金のためなら夫婦別姓まで言い出すようなそんな輩を、ね、きっちり日本社会から排除していかないとダメですよね敵としてでまあそんな中ですけどもなんかこの立憲の原口さんがこんなこと言ってまして、えーまあ、覚醒みたいなこと言われてますけどね <laughs>、えー、日本を破壊し日本人に害をなす、えー、外国人が日本にいることを許すなって原口さんが言ってんだってお <laughs> まあ確かに世の中狂ってますよね。ね埼玉、川口、クルドの件だけじゃなく、ね、もうこの国の向かう先がっつってもいいんじゃないですかね。仏、ね、壇、仏壇、ね、この仏壇壺移民党のせいで、主に、全部とは言いませんが、ねうん、だから与党も野党もですよ、ね、まともな国会議員数える方が早いっていうぐらい、ね、おかしな連中が牛耳ってるもんだし、うんね、政治家連中だけじゃないですよね。役所の役人もそうだし、 ね、なんか企業の,この,、ね、この政界、財界か、うんね、上の方のやからもそうですけども、うん、だから不良外来種が増えたせいで、ね、やっぱり治安がどんどん悪化してるわけじゃないですか、うんね、毎日ですよね,ね毎日どっかしらでひでえ目にあった日本人が、うん、しかもそんなの,この、ごくごく氷山の一角、ね、血バレちゃしゃあねえな 相変わ半日クソマスミのンはさ、ね、不良外来種の名前も明かさねえよな、うん。国籍も明かさねえし、名前も明かさねえしね、うん、逃げたっていう体で、いや、なんか20代から50代ぐらいで幅広いだろう。いずれも、ね、どこぞの外国人かなみたいな。でね、えーまあ、それを受けてというか、ね、原口さんがね、 日本を破壊し日本人に害をなす者が日本にいることを許してはなりません。もうその通りですね。えー、そもそも日本は寛容の国です、えー。外国の人も温かく迎えてきましたところが、日本の寛容さにつけ込んだともいえる犯罪集団の手口は巧妙化するばかりで、その被害も甚大です。その通りですね。どうしたんでしょうか何か変なもの拾って食ったんですかね,ねぜひそれをね。 日本人のために、うん、その日本をこの食い物にして日本を破壊する輩に、ね、言い放ちながら、ね、ぜひ行動に移して、ね、結果をつけてきていただきたいですね。これなんか言う相手とか、ね、セリふを間違えたとかそういうお家ちじゃないですかね、大丈夫ですか。これは原口さんの本心ですかね。いやこれに関しては本当その通りじゃないですか、ね。私たちは日本人と日本を守らなければなりませんと。 それは日本に来ている一般の外交の方々にとっても大切なことですと、うん、その通りですよね、うん、だってごく一部いい迷惑被ってる方たちもいるわけじゃないですか、ね、正規の手続きを踏んで日本に来て暮らしながら働いて仕事して日本社会に貢献してくれている方々って、ねうん、割合というか数は少ないかもしれないですけど、ね、その人にとっちゃいい迷惑ですよね、うん どうしたんですか原口さん、えー、外国人に対するい、ね、われのない差別もねこれらの外国人による犯罪集団が生み出していますとその通りですね、うん、どうしたんだろうなんか頭でもぶつけちゃったのかな、うん、これに関しては本当その通りだと思いますでね、うん、実際そのなんか日本で仕事している、ねうん、外国人の方といえばまたこのフィーフィー上司ですけども 世界を見たらいかに日本が恵まれた環境なのかがわかるのに日本の報道や教育がそれを阻んでるともっと前向きに生きられる環境なのに残念、えー、実は何不自由なく生きていけるのにというか生きていけたのにかな、まあ、まだ生きていけるのにでいいか、えー、この国は終わってるなんてメディアの報道に流されて、えー、将来に絶望して視野が狭いのか世界を見たらいかに日本がまだ恵まれた環境なのかがわかるのに 日本の報道や教育がそれを阻んでいると、もっと使命感や達成感を持って前向きに生きられる環境なのに残念。まあ、いろいろ細かく見ていったらね、なんか原因って、まあ、いろいろありますけど、でもこれも結局僕はいつも言ってますけどもね、反日売国勢、ねうん、半島由来のあいつらですよ、ね、あいつらとの決着をつけてしまえば、もう他だってあとはもうざーっと一気に全部片,片付けていけますんで。うん 本当にそうですよ。ね、だってこの、じゃあ、報道機関もそうじゃないですか、教育もそうじゃないですか、ね、歪めてるのは誰っつったら、もうまさにあいつらじゃん。あいつらの得意技じゃん。ね、上等手段でしょ。いまだにそれ続けてるじゃん。うんね、やっぱりこの不良外来種との決着はもう、つけに、われわれ日本人がもう腹くくって、ね、こいつらは敵国の敵の攻撃、攻撃なんだと、攻撃してきてるんだと。 そういう認識をもう持たなきゃしょうがないですよね、うん。じゃないとせっかくこうやってね、うん、まだまだ日本って素晴らしいいい国なのにって言ってくれてる人がいるうちにやんないともうしょうがないと思いますよ。うん、そのうち誰もそんなことすら言わなくなりますよ。んな無茶苦茶にされてってさ。うん、ね、うん、だからもうね、さっきのなんか原口さんじゃないけどさ。うん ね、治安のいい国だったにしちゃだめじゃないですか、うん、昔は治安良かったよねって今じゃなんかもう本当ね子供だけで、ね、学校行き帰りなんてもうとんでもないよねなんてほっといたらもう本当そういうふうになりますよ数年のうちに、ね、どっかの国みたいにね親が車で送り迎えっていうかもう,もうボディーガードつけて、うん、通わせるとかさ移動するとかさ そんなんなっちゃいますよ、本当に。うんね、欧州だと、もう例えば何かね、何の映像だったかな、ベルギー,ベルギー生まれ、ベルギー育ちの男性が腹いせにこのよそもんのこの移民不良、ね、ベルギーにとっての不良外来種に、ねうん、ボコられてももう止めようがないんですよね。うん だあのあれだよ、埼玉川口のね学校も行かないで、もう朝っぱらからこの公園でたむろして、ねこのくっちゃべって、うん、ああいうのがもうどん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 拡大してエスカレートしていくと、ね、うん、結局ほら、ね学校も行かねえし、ね学もないし、常識もない、っ、うん、てなったら、ねじゃああいつらから見て、じゃあ日本人のねこのなんかあ女性で、それもこのなんか学生、うん ね、どういう目で見られるかってもう考えるまでもないじゃん。だそうなるから、ね、手遅れになる前に、ね、手打たなきゃダメじゃんっつってんのに、ねうん、で政府も自治体もようやらないじゃん。うん、もうすっかり丸め込まれちゃってさ、ね、ただが100万積まれてさニヤニヤしてるを、ね、この県知事もいればさ、ね、国に政府に。 ね、言ってやりたい不満は山ほどあるとか言ってもう川口市長とか何を勘違いしてんだって、うん、ああいう輩を確実にやっぱりもう排除していかないと、ね、日本取り戻せなくなっちゃいますよ、うん、なんかこれね原口さん <laughs> どういう状況かちょっとこれじゃいまいち分かんないですけどね、うんまあ、これに関してはなんかね、うん、その日本が、ね、日本人が日本をこの取り戻せる方向に ぜひ動いいてて結果積んできて欲しいできしすよねそれやってくれたら結構評価だいぶ変わってくると思いますけどもどうなのかな玉木さんパターンだったりするんかしら分かんないですけどね、うん、はい以上です。